帰ってきたな、ビビリの主様。戦場はビビリくらいでちょうどいいんだよ。そうだな、だがもう少し余裕な態度も見せた方がいい。口では勇ましいこと言ってても行動にまだ余裕がない。それに関しては寝るの1000倍特許だな。また時間ある時に教えてもらうよ。主様、ねえねえ、どこか体に疲労を溜めてるかも。だから治療室に行こう。じゃないと私の役割が。言えるよ、主様が無傷で帰ってきたんだから喜べ。嬉しいけど、私の役割が。そうだね、それなら見える。一応見てもらっていいかな。あのオーラ技術で初めて実戦で使ったから変な後遺症が残ってるかもだからね。うん、それじゃあかなちゃんたちがいる治療室に行こう。もうあそこ溜まり場になってるし。いや、それが一番まずいだろ。主様、ミエルに従ってくれ。じゃないとずっとここにいられてしまう。次の選手の邪魔になるぞ。わかったわかった。それじゃあ行こうか。さて、メディアの試合が終わったら帰って2回戦の調整だな。時間制限を気にして戦っているようでは天の絵戦では勝てないからな。次はメディアが警戒していたリオという女だ。一応私自身の目でも見ておくべきだな。あら、トウヤじゃない。ここで何してるのかしら。リオか、次はリオの試合だったな。相手はトウヤのところのロカちゃんよ。最近面倒見てた子だからある意味していた対決なのかしらね。笑わせるな、リオが人に物を教えるなんて考えられん。そうね、実際は大会への訓練相手になってもらっただけよ。だから少し手の内はバレてるのよねー。怖い怖い。一つ聞きたかったんだ、なんで今年は出たんだ、大会に。予定が空いていたからよ。隊長辞任してから今の今まで大変だったんだから。世界でも希少な能力者の能力サンプルをもらって、それを科学技術的に再現できるまでに能力を解明と開発、そしてそれを一般社会で活用できるところまで落とし込む。簡単ではないけど、実現できれば新たな技術と発展をもたらすでしょ。確かにそうだな、リオの開発のおかげで今大会は昨年よりも本気で戦える環境が整った。そこは心の底から素晴らしいと思う。そうでしょ。まあ当夜の勘通り、大会参加者のサンプル回収というのも計画に入っているわ。隠す内容でもないしね。まあ互いの利益を考えれば妥当だな。だが集まったのか。支配系のサンプル回収は不可能だけど、操作系や特化能力のサンプルは参加者から全部もらったわ。それはすごいな。だがそれだけ集めてどうするんだ。支配というのは複数の操作を扱える能力の上位互換、つまり逆に言えば、複数の操作能力を組み合わせることで疑似的に支配能力を作ることが可能なのでは。ってね。ならサンプルはたくさんある方がいいのよ。これで技術の発展にも大きく貢献できるわ。そうか、相変わらず研究好きなんだな、お前は。これで反組織の制圧にもかなりはかどるんじゃないかしら。悪心境が最近活発化してきてるのも目に余るしね。そうだな、俺たち側にリオがいてくれてよかった、頼もしい。それじゃあ控え室に行ってくるわ。わざわざすまないな、ぜひうちの娘と楽しんでくれ。死んでも怒らないでよ。それであなたとの関係が悪くなるのは嫌だわ。しっかり復活するようになっているんだ、怒りはしないさ。ただ、準決勝でリベンジするだけさ。ふふ。リオは防衛軍での俺の直属の教え子だ。だからか昔から俺にだけすごく親しくしてくれる。懐いてる部下は何年経っても可愛らしいものだ。どうもリオには弱い。さて、訓練中はロカちゃんの本気を見れなかったから、この試合はぜひ本気まで出させたいわね。滞在の器もあと3つ残ってる。アンテの作った代表、その代替わりに私が別の用途で用意したい器。ジョルジュはアンテの代表、同じ一体だ。でも役割が違うし、用途が違うから完成度も違う。ジョルジュは完成形、私の代替は器としてだけの完成形、ハードルが全然違う。だからジョルジュクラスの完成度を今の器であるヒイラゲやルンに求めてない。大罪の器として覚醒してくれればいい。よく言えば器たちが大罪の力を使い続ければ器はどんどん満たされ完成される。だから早く見つけなければな。アテンションプリーズ。それではただいまから1回戦第11試合を始めますので、両選手は控室でスタンバイをお願いします。さてやりますかね。ちゃんと散り方を考えた。リオ先生と打ち合わせした。あ、そうだ、依頼金も必要ね。落とさないようにね。お母さん感覚で要求させようとしないでよ。だって、本当の意味で塵のようになるかもだし。結局脅すね。まあ本当にありそうだけど。大丈夫大丈夫、リオ先生だってそれくらいの加減はしてくれるよ。それに私もリオ先生に見せてない奥の手があるしね。まあ、ここで楽しく見てるわ。当たって砕けてきなさい。ファイト、目指せ、目標5分。二人とも勝利への応援じゃないんだね。それでは、選手は、入場を、お願い、します、ます。行ってくるね。先に入場をしたのはロカ選手。予選では電光石火で他の予選者を蹴散らし圧勝で予選通過。死は先ほどの試合を見せてくれたレイカ選手。そしてそのレイカ選手の四女の娘となります。
情報では文具ともにテンプの際に恵まれ、そのポテンシャルはあのバハート選手と同格と言われております。さあ、今回の相手はこの大会でもかなりの成績を残したのさ。どこまで戦えるのか、必見です。今の状態で勝てないのは十分わかってる。だからもう初手から真打ちで飛ばす。それでどこまで戦えるか。反対側からも選手が入場してきました。後から入場してきたのは、世界の英雄、生きる伝説、能力科学の発案者であり、新社会を作り出した革命家、リオ選手です。最高成績は第1回と第2回ともに大会準優勝、3回と4回は不参加だったため、2年ぶりの出場となります。ですが、たった2回の出場で世界ランクは5位、トップ7に君臨する強者です。これは楽しみすぎてこの年で跳ねてきました。お手柔らかにね、ロカちゃん。それはこちらのセリフですよ。リオさんを楽しませれるように頑張りますよ。ふふ、それは楽しみね、ワクワクするわ。それでは1回戦第11試合、ロカ選手対リオ選手、試合開始。まずはそうね、劣化の力をかなり弱めた力で相手しようかしらね。劣化、無限回復初期怪人。スタート。上からロカちゃんに読まれるからね、だから動かないよ、私は。掴まれた、動けない。パス。あまり呼吸しない方がいいわよ、すぐ腐敗しちゃうから。と言っても皮膚に触れてるだけでも腐敗するんだけどね。とにかくても無駄、そもそもワークする相手に距離なんてないに等しいわよ。ダメだ、この状態を打破しないと訓練の頃と同じように一方的にやられる。ダメね、出したいってじゃない、それは出されたいって、つまりそう出さざるを得ないように私がしてるから、ロカちゃんが苦し紛れに出したいって、それはロカちゃんの技じゃない。将棋と一緒、手誰と将棋を打つと、打ってるようで打たされているようになる。全部相手の思惑通りで手のひらの上。はは、そう、真打ちを出させない気だ。はい、いろんな方法で防がれたけど、あれだけは本当は必須。威力次第では武器も毒も全て腐敗させ、チリとなる。もっと威力を上げればその場にいるだけで腐敗し、肉体が液体化するまで腐敗し、液体化しチリとなる。おとなしい。あまり怖い顔しないで、不安になるから。あらあら、お姫様は怖がりね。でも安心して、絶対に手を出さないから。一か八か、ここで真打ちを一気に使えばどうにかなるか。それしかないわよ、ロカちゃん。別に私は淡々とあなたの様子を見るつもりはないわ。さっさと奥の手を出せ。何もないならこのまま逃げるつぶすわね。戸惑うな、一気に解放しろ。指揮解放真打ち。私の掴んでた手が弾かれたか。面白い、これは期待できそうだわ。それでは今日は戦闘中で優位に立ちやすい簡単な心理戦について教えましょう。お願いします、メリア先生。まず、戦闘開始前と戦闘中、戦闘後についてです。まずは試合前です。隠したならオーラで威圧したり、少し言葉で威嚇すれば割とひるんでくれます。オラー、偽物じゃねえぞ、アイスだぞ。そして互角ならオーラを整え、冷静を装います。余裕の貫禄を見せることでただ者ではないと思わせるためですね。別にビビってないけど、それくらい普通ですけど。さすが、アイスが近い。格上ならオーラを多めに出して平常心です。一種の挑発ですね。かかってこいやー、ちょっと強くて効いた、高くて賢いからって調子に乗るなよと、このように相手に合わせて戦闘前から意識することで、初手から相手が必要以上に警戒して優位に運びやすくなったりします。アイスが当たったくらいで怒らなくてもいいじゃん、バカー。そして戦闘中、戦闘中はとにかく相手の攻撃や想定外の結果に絶対に驚かない、反応を見せないことですね。そしてせっかちゃんみたいに、常に威圧的、挑発的な言動と態度を相手に与えてあげれば、相手も警戒心が増して、次々手の内を出して自滅してくれます。考えずるい能力ある系は渡るに勝てない、いけないとの言動あるね。電子ずるい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 。もはや子供の口喧嘩ですね。慣れ合いや仲が良すぎると大体心理も何もないのでこうなっちゃいます。そして戦闘後、これは2つに分かれますね。1つは大会等のスポーツに近い戦闘の場合、これなら最後は互いに実力を称え合いましょう。決して見下すことなく、相手を尊重するのが大事です。そうだね、わだかまりを残したくないからね。ですが、戦場の場合、恩で殺さずに命だけは助ける場合ですが、絶対に自分に対して抵抗できないくらいトラウマを与えましょう。そしてなんなら自身の下僕のように上下関係を頭と体に叩き込むのです。あ、ちょっと怖い顔も可愛いね、メリア。まあ、ご主人ったら。ということで心理戦、ポーカーフェイスを意識しながらご主人と白で実践をしてみましょう。パ
ックス、ポーカーフェイス。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。